雨の一日。そのまんま沈着を CD にしたりとか出てるのでぜひ、ね、結構ねあのトークが奇抜で面白いあ結構トークが入ってて、うん、なんかテニスウェアが好きだとかそんな体操だった体操体操だった床が好きだみたいな床がいいとかオリンピックの床がいいとか床になりたいとかそういう話とかそういう人たちなんだろう彼らはそういう人たちでもないけど一緒に回ってたのはマリチャンズとかね知ってますか藤岡藤巻とかねグループとかで、まあ、マイペースマイペースね東京とかねあ来たのそうですねあとフルドケとかねロードショーフルドケああいう人たちとかと回っててしかもデビューした頃ですかね、多分一足遅れが売れて、うん、結構、まあ、売れてる時中島みゆきとか、オフコースとか前座だったって言うんですよ、うん、逆転しちゃったけど、うん、まあ、いいんですよいいですね、そういう話がねトンボちゃんの四房が今も復活して歌っているので、うん、各地で、各地でいろんなところで歌ってますからね、歌
機会があったら行ってみてください。じゃあ僕らも負けずでずっと僕らもダンサーで、この間ね、とかあの来たお客さんがそのマイペースの同級生の方、マイペースの、うん、ボーガーの森田三つぶさんかな、うん、同級小学校から同級生の方が来て名古屋市ですね、61歳だったかな、うん、で、あの最初こうすごく遠慮されてたんですけど、あの乗ってきたらこう歌ってくれて、うん、あのびっくりするぐらい歌が上手くて、うん、ルカ君みたいな声、61歳ですよ61歳のルカ君をそこに見てあ、高い声の人は高い声のまんまなんだみたいな、うん、もう声がりね、しないでやろう、したした中2ぐらいの時にして、このままガラガラ声だったらどうしようっていう時期があって、やっぱあったんですよ。へ、まあ、女子より中1の時はね、高かったんですけど、で声がり、下の肉高かった、もう普通、あ、この人もう高かった。今の歌い方を身につけたここに、ここを始めてからね。へえ、その前までじゃあ、うん、おーみたいなそんな渋い人じゃなかったけど、違う歌い方やった。うん、まあ路上とかしとったしね。路上だとちゃんとガナって歌ったりするけど、その声で歌ってくる。いや、ちょっとね、この方がいいと思うんですよ、多分まあね、それで来てもらってる人たちですから。そうそう、いやいや、ガンちゃんが来たからみんな来た。いや、そんな顔ですね思ってもないことは思ってない思って言ってた心の中にしまっておきます。まあ、改めて言われると、まあ、そっくりそのまま博多連れて行こうよね。でもね、ガンちゃんもやっぱり僕とはまた違う魅力がすごいいい声でね、歌ってたでしょ。歌ってましたね。そうですね、僕あのこれ10回目向こうと合わせたら本当22回になるんですけど、それをそう、ルカ君があのビデオに撮ってくれて、あの YouTube で見れるようにしてくれてるんですよ。だからあの、まあ、ある意味失敗した時もあれば、まあ、うまくいった時も両方、惜しげもなく見れるわけなんですけど、全体通してこうルカ君の歌い方って安定してずっと、ね、平均点以上というか、いや、その、あの、特に大きな失敗もなく、もう完成されてるわけですよ。僕、たぶん11回まで全部歌い方違うと思うもう、迷ってる感じで、探って探って、まあ、どっちかというと、僕の選曲に合わせてくれもらってる感じだから、得意じゃない部分もあると思うんですけどね。チャギアスが一番好きなリード弾いてくれるのリード弾いてくれるのにしてもソロ僕のまま、まあ、そんな11回目ですが、まあ、いかがでしたでしょうか。ね、あんまこんな話せば長くなりませんかさかの時は白いリーダーに行ってみたら、そうですね、あのぜひ来られた時は白いリーダーを探してください。探して結構簡単に見つかる、教えて。そうですね、あのどうしても気になる方は場所を知ってる方は隣の方に教えてもらいます。それでパフェ、うん、名刺を持ってきて12回毎回名刺持ってきてない、ね、初めて来た方は僕の名刺をもらってない方もらって書いてくださいね。地図が裏にあるので名前も書いてありますけど、しこながね、じゃあ次回はルカ君のリードギターと二人のハーモニカ。あとちなみに最後のハーモニカ、まあ、最後にあの日にち決まって、実はもう決まってるんですよ。次回の月曜ちょっと決めたので、もう決まっちゃった。発表した方がいいよね。これそうですか？これそうです？これそうです。まだ言ってないのに。それだけ言って終わりましょう。博多ガンちゃんの白いギターで、次回は9月17日の、これ誰もスケジュール帳を広げてなかった。よかったね、前来てくれたんでしょ。そうなんです、来ました、ね、普通のみじゃなかったかな、イベントの日したんで、沖縄、沖縄で、もう一回見たら三振のちょっと9月17日木曜日、7日、はい、
もう今日のうちはいつも大体ここのお休みこの定休日に僕があっちに白ギターは日曜休みで、その10日後の9月27日が僕の家でシルバーウィークのあったよね。シルバーウィークのあったよね。シルバーウィークのあったよね。よかったらまたぜひ来てください。はい、というわけでじゃあこれで終わります。ありがとうございます。また配信で歌いたいなと歌います。ちょうどいい時間になったんだけど、リクエストはないんですかって言ったんですよ、ガンちゃん。ガンちゃんが、僕がほぼいつも一人で歌ってるんですけど、今日はガンちゃんが覚えましたから、わかりましたか。いや、歌います。一番を歌っていただきます。はい、雨の一日。